最初はペアです。昨日のショートプログラムでは成績順で見ますと非常に混戦となっています。最初のペアはカナダです。ベニング・ジョンストン組です。昨日まで4位につけているペアです。フィギュアスケートは採点は6点満点で減点法で行われます。曲はザ・マカブレ。今日はフリー演技、技術点のテクニカルメリット、そして芸術点のアーティスティックインプレッション、2つの点の合計が得点点となります。女性のベニング18歳、男性ジョンストン23歳。五十嵐さん、実にこう衣装も華やかになってきますね。そうですね、非常に綺麗な衣装ですね。あ、ワンハンドリフトですね。ペア独特のものといいますと今のようなリフト、そしてペア高いスローイングダブルアクセルですね。今のようないわゆる投げ技といいましょうか、スロージャンプ、そしてデススパイラル。バックアウトサイドのデススパイラルですね。非常に綺麗なポジションです。また特にペアの場合には2人の協調性を見ないといけません。はい、動きが合ってるかどうかということですね。今のは、今は女性がシングルアクセル、男性がダブルアクセルですね。こうやって意識的にジャンプを変えたわけですか。いや、これは実際問題ちょっとタイミングが合わなかったんだと思います。フェアスピンです。このペアのフリーは時間は4分半です。ダブルツイスト、非常に高い位置で女性が回転してますね。あ、スローイングトリプルサルコ決まりました。ちょっと着氷で手つきましたね。いわゆる投げ技、今何回転しましたかね。3回転です。3回転です。はい、タイミングが合いませんね。そうですね。あ、これは綺麗です。テーブルトップっていうリフトですね。今年の9月からペアを組んでまだ3ヶ月です。さあ、メロディー変わります。
カナダのデニング・ジョンストン組の演技です。なかなかプログラムも凝った演出で、はい、最後静かな曲で終わりましたね。大体盛り上がって終わるんですが、珍しい構成の仕方ですね。昨日のショートプログラムでは第4位につけていますが、まあ、今年の9月からペアを組んでまだ3ヶ月目と、こう日が浅いだけにジャンプのところでちょっとこうタイミングが合わないところがありましたね。ただシングルでですね、はい、一人一人やっと難しいジャンプなので2人で合わせるのは非常に難しいと思います。これはペア独特のスピンですね。ここからこういうポジションに入れるのはもうペアならではですね。得点です。最初の上の段がテクニカルメリット、下がアーティスティックインプレッションです。全く5人のジャッジが同じ得点を出しました。そうですね、第一滑走者ということもありまして、そのレベルを決めるわけですね。